前回までのあらすじ。2023年最後の DOA のイベントとなったゴーストスパカントリー。ハガーンは鉄拳ナンバー8を背負い朝一にスタートした。自作のアプリであるファントムを利用して走ることにしたハガーンは、最初のチェックポイントの熱海にある伊豆山神社に無事到着。階段を登り旅の安全を祈願した。次の CP は30キロほど離れたホストのようだが、ハガーンの判断ミスにより熱海にまた戻ってきてしまった。自作のアプリに翻弄されるハガーン、果たして次の CP には向かうことができるのだろうか。助けて。今さっきの、トゲ道を右にそれまして、南西方向に進めるんじゃないかってことで、進んでいったところ、頼朝ラインという場所に出ました。これさ、また同じことになるんじゃない、これ。ダメだ、俺頼朝ラインから出られないかもしんない。もう最終奥義の Google マップ使っちゃう。ちいかわになっちゃう。ちょっと次ゆっくり泊まれそうな場所というか待避所的なのを見つけたら、一回 Google マップで方向確認します。今また同じことをしたら、俺はさすがにもう今日はもう帰るっつって泣きながら木更津まで帰る未来が見える。熱海から下田の方に通に行きました。あとはこの海外線をずーっと走っていけば熱海の呪縛から逃れられそうですね。方向的には間違ってはないみたいです。直線距離で32キロになってますが、方向的には南の方に向いてるんで、このまままっすぐ進んでいきたいと思います。気持ちよく走っていたところで、もうほぼ西に進むしかなくなりました。多分今、海岸沿いを走ってて、西の方面にニュッて入ると思います。なんで内陸に入る感じですね。次なんか大きそうな右に入る道が出てきたら、右に入って西の方に向かいたいと思います。そろそろ西側の道に入っていきたい。ちょうどここなんか西側に入れそうな道というか、西側に向かえそうなところがあるんで、ここ入りますか。西へ西へ向かおうと思っていて、今なんか西の方向に向かえてるっぽいんで、さっきの道で正解だったかなと思います。ただあと西に28キロも進まなきゃいけないんで、まだまだ道は長いですが、こんな感じで進めそうですね。しかしなんか30キロからなんか変わんない気がするな、直線距離は。なんかこう同心円状にぐるーっと円を描いてるように回ってる気がする。距離的には近くなるけど、真ん中への距離は変わんないよねっていう話ですね。 X 軸と Y 軸で、今は多分南方向なんで、Y 軸だけ減少させても X 軸の大小が変わってないんで、変わってないってことですね。先ほど看板に伊豆市19キロって書いてありました。真西の方角に19キロって書いてあって、今このファントムは西に26キロって書いてあります。伊豆市を、突っ切る形になるのかな。修善寺インターチェンジ根元に着きました。ここであと10キロ15キロぐらいになって、南西の方って言ってるんで、ここをちょっと左に入ろうと思います。ここずっと行けば多分行けるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。さっきからずっと走っていくと、もう南あと 400m ぐらいまで来ました。あとはもう真西を目指すだけですね。この方角がなんか今真西っぽいっていうか、西に向かう道っぽいんで行くんですけど、これ行けるのかな。途中なんか絶対変な道入りそう。けどこれ本当行けんの？ちゃんとした道通らない気がしてきましたね、このまま行って。
なんか温泉街みたいな感じなんですね。温泉街抜けてまた真西に、着実に西方向には向かえてます。どっちなんだろうな、これ右なんじゃない。ちょっと右行ってみます。よいしょ、こっちはなんか峠道みたいになってるな。ここ林道だったら面白かったな。こんなとこ通るんかって言いながら、こうゲラゲラ笑いながら通りたかったところはありますが、まあ、ここも結構なんか峠道っぽくて、それはそれで面白いです。850チャンネル。お、どっちだこれ。左側は林道っぽい。どっち行こうかな。一回ちょっと林道行ってみよう。よいしょ。深いさ、林道途中で終わってたら受けるよね。どうなってんだろうこれ。抜けたところでちゃんとした道に行けるかどうか定かではないですね。結構登りますね。缶抜けかな、缶抜けであってほしいけど、路面はいい感じです。あ、なんかガレてきたな。いや、アドベンチャーですね。よっ。ここまで来れたけど、これ本当にちゃんとした道なんだろうか。道はこの先右に曲がれば出そう。ちょっと行ってみますか、行けるとこまで。僕完全にオフブーツで来てないんですけど、まあ、なんとかなる道っちゃなんとかなる道ですね。あ、これがことかな。怖いね。あ、けどなんか普通に通れそうっちゃ通れそうな道っすね。絶対左落ちたら助かんないけど、落ちなければどうということはないです。あ、行けそうだね。で、このまままっすぐ行けば下に降りていくんじゃない。下り勾配になってくし、作業道っぽいけど行ける気がするよこれ。え、これ本当下に繋がってる？ちょっと確認またしよう。なんか全然違うとこじゃん。え、じゃあ違かったな今の道。ちょっとさすがにこれ以上行くと遭難とかの危険もあるんで、ちょっと戻りますね。違うとこだったのか。え、じゃあさっきのあの点線のあの道はなんだ。はい、じゃあ普通の道に出てきましたね。ファントム、あと9キロですね。いやー、ようやっとなんか街っぽいものが見えてきました。そんなこんな走ってるうちにあと直線距離で 1.6 キロぐらいです、たっぷり1時間ちょっとぐらい迷いに迷ってもう11時です。かれこれ3時間ロストしました。直線距離で 800m ってあって、そこの店みたいなところにセブンイレブンの看板があるんですが、信号左折 800m って書いてあります。あの次の場所って確かセブンイレブンだったはずなんで、多分そこのセブンですね。これこのセブンを目印に行きます。さあセブンイレブンはどこかな。お、来た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 、このセブンでしょ。はい、正常って書いてある。あ、あった、ポスト。このポストですね。よいしょ。
とりあえず止めて休憩してチェックポイントを通過しましょう。850チャンネル。ポスト番号を通じ下3桁が、この CP の答えになります。というわけで次の CP の情報が出ました。結構6キロとかそんくらいなんですね。次もまたなんか距離があるんだったら、まあ、Google マップで行こうと思ったんですけど、この距離やったらいけそうっすね。では次はファントムまた使いながら行きましょう。で次の場所は、こっから南東の方向って言ってるんですよ。見事にあっちなんで、多分こっちから来た時にこう別に曲がる方向の峠道があったんで、多分そこなんじゃないかなって僕はちょっと踏みました。ガソリンをちょこちょこ入れながら向かいます。これを右かな、なんかどっかでこうグーって曲がってくのを見たんですよ。これは本当に果たして正しい道なのだろうか。土肥峠、土肥か、土肥峠。さあこっからどうしよう。チェック回入ります。ここで、あ、なんか良さげな地図がある。今ちょっとそこの地図を見てみました。そしたらここを左に曲がると南東の方に行けるような道がありました。これだ。ここをちょっと左に曲がっていけば、これさ、南東に行かない？南東だ。あ、南東の方に行けたじゃん。これじゃないだからやっぱ。なんかそれっぽい道に出たな。よし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 。あとは巻き引かし、ここら辺で行けそうな道ってこれしかないから、多分これ当たりでしょう。しかし、バトンさんに来たよな、あれ。バトンさんに会うとは思わなかったな。数日前にバトンさんがなんかヘルメットで、走るよって話してたんで、今のバトンさんとの開口かなと思ってますが、まあ、ちょっと、深く後で見ましょう。西納豆来ましたね。あ、どうも。よっこいしょ。今西納豆峠に来ました。ここが CP の次の場所だったんですけど、送信しようとしたら、電波が届かなくて、送信できなかったです。これ一回下に行って、入れようかなと思います。次の場所を知るためにちょっと電波を通じるところに行きます。ここの場所はなんかの土木事務所の下2桁、下4桁っていう話だったんで、ここら辺の写真だけ撮って保存しました。電波通じるところで入れようかなと思います。この先にもいくつか展望台みたいなところはあるので、そこで泊まりながらちょっと電波入るかどうかを見ていこうかなと思います。そろそろ電波が入りそうなんで、ちょっとここで見てみましょう。てかめっちゃ綺麗だな、ここ。よっこいしょ。あ、電波入ってそうっすね。ちょっとここで電波入るうちに入れちゃいましょう。次の場所が14キロ、ちょっと遠いんで、こっからは Google マップにしようかなと思います。まあこんな感じで、自分はちょっと 2,3 個の CP で断念してしまいましたが、このファントムは GPS のスポットを入れると
現在地からどこの方向に何キロ離れてるかっていう情報が分かるようなアプリです。これを使いながら、まあ、今回のようなゴーストとかそういう風なイベントを楽しむってことも、まあ、今回の自分の動画でだいぶ分かったのかなと思います。あのゴーストのファントムを使って走ってみようっていうところは以上で終了となります。本当ご視聴ありがとうございました。この後、まあ、まだシリーズとしてゴーストは多分続くと思うんですが、この後は普通に Google マップを使って走るっていうような形になります。というわけで無事 DOA のゴーストを自作のアプリファントムで走ることができました。今回ファントムを利用して走った距離は途中迷った結果 200km ほどとなり、だいぶ遠回りをしたことになりました。このアプリは特性上地図を見ずに走るため、自分の直感や運に左右される走りとなります。自分はファントムについてこのような走行を楽しめる方や自分のナビゲーション能力に自信のある方におすすめだと思いました。実際概要欄にダウンロード用の URL などは載せていますので、ぜひインストールなどしてみてください。というわけで今回の動画はこれまで、ファントムに翻弄されたハガーンも無事3つの CP を通ることができました。次回からは Google マップを利用しサクサクと進めていこうかなと思います。次回無事ゴーストはゴールできたのか、次回の動画もお楽しみください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。